今回購入紹介するのは、以前紹介したやつで、同じような紹介したんだけど、うん、で、それと一緒に買ったもので届かなかったの。後日届いたの。うん、の紹介です。で、何かっていうと、ソニーの、繰り返し録画用の BDRE ってやつね。うん、ブルーレイディスクね。の 50GB のやつ。うん、最高のやつは 100GB かな。やつなんだけど、ちょっとね、それは高すぎて、うん、ちょっと5パックって5枚しか買えなかったから、うん。うん。これは、その50ギガのやつの20パック入りのやつのセットのやつ。うん。で、なんで買ったかって言ったら、ちょっとね、ソニーさんが、最近発表したんだよね。うん、そのブルーレイ、なんだろう、ディスク事業から、撤退しますよ、みたいな。うん。うん、こういう録画機能、録画ディスクか。ブルーレイ録画、なんだっけ？ディスクから撤退しますよ、みたいなね。うん、徐々にだけど、うん。だからそのうちなくなっちゃいますよ、っていうね。で、ほら、そうなると、こういうのってほら、なんだっけ、予想よりも早くなくなる可能性があるよね。徐々にって言ってもさ、ほら、消費者は買い込む人もいるから、うん。で、やっぱりね、お金がある人は買い込むだろうしさ。で、まあ、嫌なんだけど、転売屋さんとかも買っちゃうかもしれないしね。うん、だから、ちょっと早めに買っといた方がいいかな。うん、で、自分で、なんだ、ブルーレイ、なんだっけ、デッキっていうのかな、うん、その本体みたいな。レコーダー。レコーダーもソニーだから、うん。うん、だからソニーの方がいいわけよ。うん、自分の中でね、うん。だから、それで、テレビもソニーだから。うん、だからカメラもソニーだから。ソニーにちょっと染まってきてんだけど。だからソニーがいいわけよ。だからね、なくなっちゃって、まあ、なくなっちゃえば他の会社のは買うと思う。多分サードパーティー製は出るんじゃない？まだね。わ、うん、かんない。でもほら、世の中の最近の技術って早いから、もしかしたらこの先がもう見えてんのかもしれない、知れないし。うん、各社ね。そういう会社はさ、うん、ソニーだとそうかもしれないんだけど。でもほら、当分は使いたいから。うん。それでやっぱりソニー製がいいと。だから、今のうちにちょっとね、買える分だけ買っとこうかな。で、まあ、昔みたいにテレビってほら、録画するもんではなくなってきてんだけど。うん。でも、やっぱほら、チンパの、まあ、オラもそうなんだけど、結構ほら、年末とかって好きなんだよね。うん。面白いのやってる場合があるわけ。スペシャル番組、ね。スペシャル番組ね。それが好きなの。うん。だから、そういう番組を撮れればいいな、っていう感じで。うん。うん。感じで今回は50ギガのやつね。うん。うん、ちょっと100ギガより安いから、うん。うん。ちょっと20パック入りのやつをね、購入しようかなと思って購入したんで、1から2倍速かな。うん、で、地デジだと360分、うん、BS だと260分、うん、取れますよってやつ、うん、をちょっと購入しましたよってお話です。じゃあ以上です。